させていただきますが、オンラインでご参加いただいているメディアの皆様は、会社名プラス氏名でご出席をいただくようお願いいたします。それでは、お二人、到着先をお願いいたします。まずはじめに、株式会社リレックス新潟レディースのゼネラルマネージャー、前田信弘よりご挨拶をさせていただきます。はい、皆様こんにちは。前回の監督、新加入選手の記者会見に引き続き多数のメディアの方に来ていただいて本当に感謝しております。ありがとうございます。ラルベック新潟レディース、Vリーグともにこれだけね、普段から大勢のメディアの方が来ていただくと本当にもっともっと盛り上がると思いますので、引き続き今回だけじゃなくてよろしくお願いします。それでは岡本堤選手の、紹介したいのを着座にて話させてもらいたいと思います。でもすでに皆さんもご存知だと思うんですけども、日本代表としても、クラブとしても、国内外で、大活躍されていた川澄選手がアルベックス新潟レディースに来てくれるということで大変感謝しております。ありがとうございます。もうすでにもう皆さんのメディアさんの数からも分かるように私もある程度想定してたんですけども、それ以上の反響があったということで私の周りからも川澄選手がアルベックス新潟レディースに入るんだよっていう報告が私のところに来るっていう知ってますよと返しましたけど、それぐらいもう普段全然サッカー関わってない人たちからも反響があったので、すごくこの大きな、ね、影響を感じているところでございます。そのために今回オンラインも参加していただいてますけど、本当にメディアの皆さんには、他の発信がさらに重要になってくると思いますので、何度も言いますけど引き続きよろしくお願いします。プレーのところでは皆さん経歴のところはね、資料と参照にしていただいたら分かると思うんですけど、プレーのところでは、川澄選手のプレー、もちろん私たち現場で、ね、どれぐらい活躍しているかも大事なので、プレーのところで言いますと、私代表の時から川澄選手のことを見てるんですけど、その時はもう左サイドをどんどんね、運動量豊富で駆け上がっててクロスを上げたりシュートを、ね、打ったりと積極的なプレーがあったんですけども、アメリカでのプレーを数試合現地は行ってないですね、すいません、映像で見させていただいたんですけども、右サイドやってたりとか、あとこれまでどっちかというと使われる選手だったのが他の選手を使うようなプレーも両者に見られたので、以前私が知ってる生で知っている川澄選手よりはプレーの幅が広がったなという感覚がすごくありました。そういう意味では、うちのプレーチームで活躍してくれる回数とか場所が増えるんじゃないかなと思って、プレーのところではそういう意味でオファーさせていただきました。それがプレッシャーにはならないようにはしたいと思うんですけど、そういうプレー期待してますのでよろしくお願いします。ということで、私から何度か喋ったらもう皆さんからも質問がたくさんあると思いますが、そこに時間取りたいと思いますので、お返ししたいと思います。ありがとうございます。続きまして、川澄選手から、面白いですね。結構真面目なことを話しますけど、
being stopped. ちょっと今機材トラブルで起きておりますので、ぜひあの方お待ちください。続きまして、質疑応答の方に入らさせていただきます。まず最初に現地でご参加いただいている皆様から質問を受け付けたいと思っております。オンラインでのご参加の方は、この質疑応答の時間を設けますので少々お待ちください。ご質問の際は、媒体名とお名前をお伝えいただいてからご質問の方をお願いいたします。それでは現地でご参加いただいている皆様からご質問をお願いいたします。よろしくお願いします。 NST の松尾と申します。まず川上選手に伺いたいんですが、新潟の印象というのを教えていただいてもいいでしょうか。はい、先ほど申し上げましたが、皆さんすごく温かい方が多いんだなっていうのは入団の発表した時も思いましたし、あとは以前からもうとにかくご飯が美味しいというのが私自身食べるのがとても好きなので、おいしいお米毎日食べれるのかと思うと今から楽しみで仕方ありません。それと新潟に所属することになった決め手というのを教えてください。はい、そうですね、いろいろ決め手あるんですけど、一番はやっぱり前田 GM がすごい頑張ってくれたなって。違います。はいっていうのと、そうですね、もちろん WE リーグにはとてもいろいろと注目をしていて、その中でも、RUX はとてもこう勢いのあるチームだなというのを感じましたし、もちろん、ね、順位的なところでいうと昨シーズンはなかなか振るわなかったかもしれないんですけど、こう何かエッセンスが加われば上位に食い込めるんじゃないかなというのはすごく感じてましたし、そのエッセンスというのが、多分今自分っていうのは今から期待してると思うんですけど監督が変わったっていうのもとてもいい、なんでしょうね、また気持ちを新たにできる一面だと思いますし、もちろん自分自身がそのエッセンスになれるようにしたいなっていうふうにも考えています。ツイッターで上野部選手の地球参考に戻ってほしいって言ってたと思うんですけど、はいはい、上野部選手の言葉っていうのも、はい、所属することになった後押しにはなりますか。はい、彼女の存在っていうのは自分自身にとってはすごく大きかったですし、それこそ決める上で一番の決め手はそこだったかなっていうふうには思います。でもあの神尾部が地球三国も来てほしいと思うなんてよほどのことだなと思ったので決断しました。ありがとうございます。はい、DNA 新潟放送の橋田と申します。先ほどの質問に少し関わるんですけれども、神尾部選手から加入前にラブコールがあったというところで、具体的にはどんな会話をしたのか、もしくは加入が決まってから何か会話をされたら教えてください。はい、加入の部選手とはそうです、日頃からそんなに頻繁には連絡取り合わないんですけど何かあればいろんなことを話す中ですし、そういった中で日本に戻るかもっていう話をしたりとか、チームでどうしようかなっていうことも話をして、ただ彼女からは絶対うち来てよみたいなことは言わないんですよ。そういうタイプではないのででも何でしょうね、いろいろ新潟来たらこういうことあるよっていう、なんかちょっと遠回しな感じのとか、亀戸選手犬飼ってるんですけど、麦虫の世話してよとか、そういう遠回しのプロポーズをもらいました。決まってからは何か会話されましたか。そうですね、でも何でしょう、本当に来るのぐらいな感じだと思うんですけどでも実際ね、来るってなって本人はこう両手広げて喜んだりはしないですけど、多分今世界で一番喜んでると思います。世界一を経験されたお二人が一緒のチームになって、二人でどんなプレーを見せていきたいか教えてください。はい、同じチームになるのは4チーム目なんですけど、小学校の臨海シエモンズから大和シルフィールドを経て、日本代表でも一緒に戦って、またこうしてね、新潟で同じチームになれるっていうのはもう本当に腐れ縁だなっていうふうに思ってるので、そうなっているんでしょうね。切っても切れないそのしぶとい縁も試合中にもしっかりとこうパスをつないでゴールにつなげていけたらなっていうふうに思います。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。
かご質問のある方いらっしゃいますでしょうか。よろしくお願いします。NHK 港の相川です。よろしくお願いします。ワールドカップでは大変お世話になっております。2点ちょっとお聞きしたいんですけれども、これまでのなでしこジャパンとしての経験であったり、海外でのプレーでの経験というのをこうある意味でどのように生かしていきたいと考えていらっしゃいますか。はい、私自身も日本でプレーするのがすごく久しぶりですし、やはりこう対戦相手が日本人ではないですし、もちろんチームメイトも日本人ではなかったので、そういったところからまた日本人のこうプレースタイルにこう合わせていくっていうのはこれから自分がやっていかなければいけないところだなというふうに思いますし、日本人には日本人の良さがあるので、そこの部分をどんどん吸収していきたいなっていうのと、ただこうやはり海外で身につけてきたスピードやパワーに対抗するところっていうのは、もちろん日本のリーグでもこう大切な部分ではあると思うので、そこはチームメイトにこう何か伝えられることがあれば、プレーで示していきたいなっていうふうに思っています。もう一点なんですが、Bリーグ全体のことなんですけれども、Bリーグ全体でやっぱりこう入場者数の問題であったりといろいろ課題があると思うんですが、川澄選手から見て Bリーグってどのように捉えていらっしゃいますか。はい、もちろんね、アメリカにいる時もBリーグにはすごく注目していましたし、観客動員数も平均5000人という目標を掲げて今やってると思うんですけど、そこにはまだまだこう到達はしていないですけど、プレーの質を見ていても、やはりみんなすごくうまいなっていううなるようなプレーもしているので、こう本当にもっともっと現地に足を運んでほしいなっていうふうに思いますし、もちろんそれはね、選手がそういったクオリティの高いプレーをするっていうのが一番大切で、あとはやはりスタッフの方であったり、こう周りのメディアの方にこう支えていただきながら、こうBリーグがこんなにいいリーグなんだよっていうのをこう周知してもらって、少しずつでもいいので、皆さんに足を運んで注目していただきたいなっていうふうに。ありがとうございます。ありがとうございました。この他にご質問のある方はいらっしゃいますでしょうか。先ほど前の CM からプレーの幅が広がったという話がありましたけど、ご自身としては、どんなプレーを見せていきたいか教えてください。はい、本当にアメリカに行ってから使われることよりも使うことの方が多くなったなと思いますし、それはやはりこう個人の強さっていう部分が、日本にいた時は一応スピードがある選手だねって言われたんですけど、もうアメリカにいると本当に下から一番目だったのでそういった意味でね、自分自身の引き出しをこう増やしていかないともちろん残れなかったっていうのもあるので、そういった意味ではこう使われる側になるのか使う側になるのかっていうのは当然これからだとは思うんですけど、状況に合わせて、どちらのプレーも自分としては好きなので、タイミングや相手の状況を見て使い分けができたらいいなというふうに思っています。今シーズンですけど、チームで達成した目標と、途中で達成した目標があるわけですか。はい、おそらく新人選手はみんなこう色紙に書いてるんですよね。書くんですよ。そうですね、はい、それもまさしくそれになると思うんですけど、やはり新潟にタイトルをっていうのは自分自身の目標としてやりたいなっていうふうに思ってます。ありがとうございます。何か現地ご参加の方で質問のある方いらっしゃいますでしょうか。UX 新潟テレビの柿木と申します。よろしくお願いします。練習とかっていうのも参加とかっていうのはされたんでしょうか。いえ、練習は明日から合流します。あ、なんかちょっと風景見たりとかっていうのははしてないです。あ、まだです。でもアグレックス新潟レディースはいつも練習の前ではあるんですけど、前とか後に結構面白い動画とかを撮ってツイッターとかに上げているので、すごく雰囲気がいいチームだなっていうのはしっかり把握してます。プレーの部分ではどういったチームだと思われますか。練習試合の映像なんかも見たので、昨年とはシステムも変わっています。当然ね、やってる選手の配置なんかも変わっているので、練習試合なのでリーグのチームでやってるわけではないんですけど、
やろうとしてることはすごく面白そうだなっていうのは感じましたし、何がどうっていうのはちょっと他のチームに離れてまずいので明確には言えないんですけどすごくいい印象を持ってます。わかりました。あとちなみに背番号とかってお決まりになったりしますか？はい、はい、あの背番号は19番です。あ、もう一度。あ、19番です。あ、19番です。はい、ありがとうございます。なんかその19番っていう数字はどういった受け止めされてますか？はい、9番が大好きで、9番が良かったんですけど、あの9番が上げたかったので、あのそれはね、もともとね、この選手がいたので、で、他に空いてる番号をこう見たときに、サインを書くときに9になりすぎてて、絶対9って書いてあるんですよ。だから9って勢いを書いてあったときに修正一番しやすいのが19だなと思ってっていう理由は、まあちょっと後付けみたいな感じなんですけど、まああとは、まあ、その辺を神尾部とも相談したんですけど、じゃあうちの10番と中身の9番って19でいいじゃんっていう気持ち悪いこと言ってきたんでそれにしようかなと思って素晴らしい。今の主な理由です。ありがとうございます。以上、ありがとうございます。ありがとうございます。それではお隣の方、 FM 柴田の富田と言います。よろしくお願いします。あの昨シーズン B リーグは安藤小泉選手、41歳の安藤小泉選手が MVP を獲得されたんですけども、その時にあの年齢は数字だと、まあ、ただの数字に過ぎないというようなことをおっしゃっていて、私もそう言っていただいたんですが、今回安藤選手は37歳で B リーグに新しく加入するということについて、ご自身はどんなふうにお考えでしょうか？あ、なんか一応公式だとかには37っていつも書いてあるんですけど、あの24歳なので、あのまだまだ若手の、あの選手としてしっかりフレッシュに頑張っていきたいなと思いますし、まあ、やはりね、あの40歳の安藤選手が MVP を取ったっていうのは自分自身ももうそのアワードを見てて感激しましたし、やっぱり年齢は数字だって言ってますけど、全然数字、まあ、数字なんですけど数字じゃないです。40歳で MVP 取るなんて、もう本当に快挙だと思いますし、すごすぎますし、まあ、そこで現役でやってるってこと自体がすごいことなのに、まあ、それで MVP を取るっていうことのすごさっていうのが、まあ、一応ね、あの、プロの端くれとして、現役をやってる人間として、どれぐらいすごいことなのかっていうのは、あの感じているので、でもやっぱりそういった選手に刺激をもらいながら、若い選手として、そういった選手に追いつくんだっていう気持ちで頑張っていきたいなというふうに思います。はい、あともう一つ、ご自身の理想のポジションというのが、はい、あのレディースの中でどこでプレーをしたいというふうに考えていらっしゃるか教えてください。はい、あの、まあ、基本的には攻撃が好きなので、あの攻撃的なポジション。まあ、サイドが好きで、クロス上げるのも好きですし、弱いのか、まあ、でもトップ下とかも面白そうだなと思いますし、それはまあ、ね、監督が決めることですけど、とにかく攻撃がしたいです。ディフェンスはやりたくない。そういうのは結構頑張って走るんですよ、守備もね。頑張るのとできるのは違うんですよ。できます。はい、頑張ります。やります。できます。します。すいません。さっきあと一つって言いましたけど、もう一つ、はい、あのお隣にいらっしゃる前田さんとは世界一も一緒に経験されてます、はいはい、今回の上尾部選手が、はい、あの一番の決め手だったってお話されましたが、はい、前田さんとも何かお話されて、はい、何か決め手になるような話があったのではないかと思うんですが、そ、はい、のあたりいかがでしょうか。まあ、それこそあの前田 GM とあのいろいろお話をさせていただいて、あのオファーをいただいたので、まあ、そういった中で、まあ、テールだったからこそ、あの正直にこう、ね、お話をして、やり取りもできましたし、あのすごくお話はしやすかったので、まあ、多分10年前だったら、あの前田 GM のいるところにも行きたいと思わなかったと思うんですけど、大変丸くなって、私もしやすくなったので、あの、今回こういった形になったのかなっていうふうに思ってます。ありがとうございます。それやっぱり世界一経験した時は、はい、すごく鬼コーチだったんです。そうなんですよ。もう本当に鬼
いいプレーしてもないとかあんまり言ってくれないし、だからこそ本当にたまに言ってくれるあれよかったよっていうのがなんかすごく嬉しくて、そういうやり方してたのにまんまとなんかちょっとね踊らされてて今もすごく悔しいんですけど、作戦通りです。まあああいうねやり方も指導者としては必要ですね。はい、はい、じゃあこれからはその笑顔が見れるということですかね。そうですね、まあ、あの指導者の時と、まあ、やっぱりねあの GM っていう立場だとまたちょっと違うと思うので、今はちょっと GM で魅力落ち着いているので、まあでも多分たまに厳しい自分も見せてくるんじゃないかなと思うので、そういったところはあんまり見せられないようにしっかりプレーしたいなっていうふうに思います。ちょっと皆さん真面目聞いてますけど、そういうところじゃないですかね。たまにちょっと笑ってほしいですね。そうですね、はい、すみません、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。それではテレビ新潟の大島です。失礼します。あの上野選手と皇后杯で何度も戦ってきて、はい、それこそ川崎選手が勝って上野選手が敗れる姿を見てきたと思うんですけれども、今回このブログでその、はい、勝たせるために来たというふうにおっしゃってましたけど、はい、そこへの思いというのを改めて聞かせていただいてもよろしいですか。はい、まあ、やはりね小さい頃から一緒にプレーしてきましたし、あのトップリーグで何度も対戦もしているので、やはりねあの国内のトップのこう決勝戦で当たってこう勝者になるか敗者になるかっていうところ、自分自身はもちろん敗者になったことがあるので、その悔しさっていうのは知っていますし、まあそれで、まあ、私はそれでアイアンズだったんですけど、その時にこうアルビレックスの皇后杯で決勝戦で多分4分後に対戦したいと思うので、まあそこでね彼女の悔しさっていうのはもちろん知っているので、まあ今回こうして同じチームになれたので、次はこうぜひ彼女のタイトルを取ってほしいなっていうところがあります。川崎選手は今シーズンの数字的な目標ってございますか。はい、そうですね、あまりここ数年数字でこう何ゴールとか何アシストっていうのはしてないんですけど、まあ当然チームに合流してからちょっと具体的な形が出てくるのかなと思うので、ちょっと今考えてなかったらすみません。またそうですね、開幕前ぐらいにまた取材に来ていただきましたので、お願いします。ありがとうございます。今回の質問のある方、お願いいたします。スポンサーからと申します。よろしくお願いします。今、ワールドカップで、なでしこのファンが大活躍してますけど、新潟のこのチームから、なでしこの選手が出るためには、どういったことが必要だと思いますか。はい、そうですね。まあ、今ね、平尾選手が実際にワールドカップに行っていますけど、やはりこう、もっともっと多くの選手が出てくれたら、当然クラブにとっても、新潟という街にとっても、まあ、そのためには本当に日々の練習からこう世界を意識して戦うっていうことじゃないかなっていうふうには感じます。でやはりね、当然その世界大会っていうところで言うと、まあ、神奈川選手もそうですし、まあ、川村選手も2015年のワールドカップで出ていますし、でもう今平尾選手がこうして活躍しているので、そういった実際に経験した選手っていうのがプレーで示して、それをしっかりとチームのこう選手に感じてもらうっていうことが大切かなというふうに思います。今本当にリーグ戦も 1位突破しましたし、どこら辺まで行くと思ってますか。はい、もう包み隠さず言うと、まあ、自分自身はベスト8くらいかなっていうふうに思ってたんですよ。でも、なんかこう予選3試合の戦い方とオプションの多さを見ると、夢じゃないんじゃないかなっていう風に感じられて、それ以上はちょっとそうですね、まずはやっぱりベスト16で勝たないことには次のことは話せないので、それこそ、ね、自分たちの時も本当に1試合1試合を戦っての優勝だったので、あんまり今の時点で優勝を意識してますかっていうのは選手に言えないと思いますし、多分選手たちももちろんそこは目指してますけど、そこよりもやっぱり目の前の1試合っていうところで戦っていると思うので、私も応援する側として目の前の1試合に集中していきたいなっていうふうに思います。宮澤選手じゃないんですけど、宮澤選手がすごい川澄さんのことが憧れて、はい、ビデオの手を渡したりして、はい、そういったこうちっちゃいことが川澄選手のことが
憧れてると思うんですけど、新潟の子どもたちにこう夢を与えるにはどうやって活躍したりとかありますか。はい、そうですね、宮澤選手は今20歳前半ぐらいですかね、23まあ、おそらくワールドカップ優勝を見てるときがちょうどそうです、ね、小学生とか中学生とかっていう世代の子たちが今ワールドカップで活躍してると思うんですけど、今の小学生たちはちょっともう私のことを知らない子が多いと思うので、またこうして日本に戻ってきて、こうしてね、メディアの中に来ていただいたので、川澄っていう選手いるんだよっていうところをインパクト残せるように B リーグでしっかり、頑張りたいなというふうに思います。ありがとうございます。他にご質問がある方お願いいたします。NSC の近藤と申します。まあ、今日これだけカメラも来てますし、今までなでしこリーグでも B リーグを見たことない人も今日夕方のニュースなどで見るかと思いますが、そういう方にここを B リーグ女子サッカー楽しんでもらいたいとか、そういった部分でありますか。まあ、先ほどね、観客のことなんかもありましたけど、そういうちょっと少ないうちに来といた方が選手とちょっと交流が深くできるから、今のうちに皆さん来た方がいいですよっていうことはお伝えしたいですし、やはり観客が入っているチームでも女子サッカー選手は試合後なんかにもすごくファンの方と交流するっていうのが一つ良さだと思うので、本当に実際にスタジアムに来ていただいて試合を見ていただきたいなっていうふうに感じています。少しまだあれだと思いますか、その新潟と新潟市の陸上競技だったり柴田市のその基地のところだったりすると結構本当にやっぱ近くて、やっぱそういうところでこう声をかけてくれたりとかっていうのはやっぱりいいですか。そうですね、もちろんね、シリークやあの右のホテルだったりとか、ノーゴールビッグサンだったりとかっていうのもすごくいい競技場だなっていうのは自分自身も対戦相手としてうれしかったと思ったんですけど、あとはね、サッカー専用スタジアムがあるとね、もっともっと選手と近くなっていいんじゃないかなっていうのは感じるので、なんかそういったこともなんかこれからね、こう考えていっていただけると、もっともっと B リーグが皆さんの近い存在になれるんじゃないかなっていうふうに感じます。はい、まあ、B リーグだと交流もイベントもいっぱいあるとか、はい、そういった部分もあるんですよね、はい、になってくる部分ですか。はい、まあ、私自身も小さい頃にそういった、当時は L リーグだったんですけど、そういった選手たちと交流したときに本当に嬉しかったですし、あ、こんな風になりたいなって思ったのを今でも覚えているので、やっぱり今の現役のウィリーガーがそういった存在になれるように地域の方との交流っていうのを挟めていきたいなっていうふうに思っているので、よろしくお願いします。クラブの活動楽しみです。お願いします。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。その他ご質問のある方いらっしゃいますでしょうか。すみません、フリーランスのマミシンと申します。聞こえますでしょうか。はい、聞こえます。はい、はい、すみません、ちょっと僕からは川澄さんに日本とアメリカの女子リーグの比較についてちょっとお聞きしたいと思います。なんかこうなでしこリーグ、まあ、当時はなでしこリーグですが、あの時とアメリカのリーグを比較して、なんか日本とサッカーのいいところ、伸ばさなきゃいけないところというのをちょっとお教えください。はい、まあ、日本とアメリカの比較ですけど、本当にたくさんあるんですけど、まあ、アメリカの場合はプロリーグが2回、破綻してるんですね。で、今の NWSL が2013年から始まって10年以上を今続いている状態で、まあ、当然世界一の国アメリカであってもそうやって失敗を重ねた中でこう今があるなっていうふうには感じています。私が初めてアメリカのリーグにいたのが2014年だったんですけど、その当時はもちろん観客数も、まあ、多い時は多いですけど、今以上になんかこう注目されているなっていう感じはなかったです。ただやはり年々成長しているな、リーグが成長しているなっていうのは本当にこう中にいる人間として感じていましたし、本当に直近の話で
言うと、やはり配信なんかでこうファン、サポーターの方に見ていただく機会というのが増えて、そのこう見られている数っていうのが、こう他の競技と比べてもこうトップに出てるっていうようなアナウンスがあったりとか、また自分自身のチームが昨年は最下位だったんですけど、それでもやはり環境が良くなっていて、まあ、あのアメリカでは天然芝で練習をしたりとか、まあ、今年に入ってからはこうチームが契約してくれたこうサウナであったりとか、こう酸素カプセルがこうフリーで使える状態で気になったりとか、まあ、あのみんなでミーティングができるようなモデルが完成したりとか、なんかこう目に見えてどんどん環境が良くなっていて、そこにかけるスタッフの数も増えていて、まあ、当然それにはお金もかかることっていうのは分かるんですけど、こう年々女子サッカーをこう成長させていこうっていうことを実際にしっかりと動いてこう形にしているなっていうふうには感じます。で、Weリーグは今始まってことし、こう3年目に入りますけど、当然まだまだやらなければいけないことっていうのはたくさんあると思いますし、ただそうやってこう他の国で何か成功していることっていうのを真似しながらでもこうやっていくっていうのは必要なことかなっていうふうに感じますし、もっともっと認知してもらうために何が必要かであったりとか、こうスタッフをどうかけていくかっていうところもいろいろ考えてはいかなければいけないと思うんですけど、それは絶対に日本のサッカーできることだと思いますし、選手たちもこう公務選手というか、自分たちがそれをしっかりと役に立ってやっていくっていう責任を持って、Weリーグのピッチに立っていると思うので、まあ、私もその一員として、日本のこのWeリーグにいるからには、当然課題は多いとは思うんですけど、その課題に向き合ってやっていきたいなというふうには感じています。ただ、本当にね、日本は、そう人口比率からしても、各国から見ても、まあ、当然ヨーロッパで最近ね、何万人っていう単位で観客入るっていうデータもあるんですけど、まあ、裏を返して言うと、やはりそのビッグマッチでそういった数字が出ますけど、平均っていうところで見ると、Bリーグは決して少ない数字ではないので、まあ、そういったところはあまりこう悲観しすぎずに、そこをどう伸ばすかっていうところも考えていけたらいいと思うかなっていうふうに思います。とにかくWリーグの選手たちはみんなピッチでは戦いますけど、ピッチの外に出たらやはりサポーターの皆さんと交流をして、そういったある意味アットホームな感じでこう地域であったりとか、ファン、サポーターの皆さんと関われるっていうところは一つすごい良さだと思うので、ね、そういったところはもっともっと増やしていけたらいいんじゃないかなっていうふうに、まあ、アメリカから見ていて、ね、と思っていますし、これからそういったことを自分自身も考えていきたいなというふうに思います。長くなりましたら以上です。ありがとうございます。川澄さんのピッチ内外の活躍期待しています。ありがとうございます。またスタジアムでお会いしましょう。ありがとうございます。ありがとうございます。それでは続きまして、高知新聞の星野様をご指名させていただきます。星野様お願いします。スポーツ報知の星野と申します。こんにちは。こんにちは。川澄選手、先ほどなでしこジャパンの話少しあったと思うんですけども、その次の試合からは決勝トーナメントということで一発勝負の戦いになると思うんですけども、経験を踏まえてそのメンタルですとかその過ごし方みたいなところでこう何かこうアドバイスじゃないんですけども、こう戦ってきたというところをお聞きいただけますでしょうか。はい、まあ決勝トーナメントというのはやはり予選リーグとはまた少し違った戦い方が必要になってくると思いますし、負けたら終わりなので、そこは選手もスタッフも含めてしっかりと準備をしてくるところじゃないかなっていうふうに思います。予選リーグと一番違うところはやはり延長戦 PK 戦まであるというところなので、それを踏まえての采配っていうのにも注目したいなというふうに思いますし、まあ間の過ごし方っていうのは当然連戦ではあるんですけど、しっかりと疲れは取って試合に挑めるような日程ではあると思うので、まあ、自分たち中2日でオリンピック予選でもやったことあるんですけど、まあ、そういった日程ではないので、その辺はきちんとねスタッフをコントロールすると思いますし、選手たちはねホテルではリラックスしてきっと過ごしていると思うので、まあ、今回
ご飯を作ってくれるシェフも対応しているようなので、そういった様子も現地から見えてきますし、試合の時の様子を見てもそうですし、練習の様子を見てもそうですし、当然オフの場面っていうのも、自分自身は、SNS を続けて見るとファンと同じような目線でしか見れてないですけど、それでもすごく雰囲気がいいなっていうのは伝わってくるので、その雰囲気の良さっていうのをしっかりと次の試合につなげてほしいなっていうふうに感じます。あとすみません、もう一点、昨日宮澤ひなた選手が2ゴール決めまして、ヘアバンドを含めて川崎さんに憧れているという話もあったと思うんですけども、彼女は今得点ランキング1位で、得点源の一人になっていると思うんですけども、彼女への期待を少し聞かせてもらってもいいですか。はい、本当にスピードっていうのは魅力だと思いますし、右サイドから飛び込んで植木選手に入った瞬間のスプリントっていうのは本当に痺れましたし、本当に宮澤選手が私に憧れてるかどうかわからないんですけど、多分スラッシュコーチの話で、今はどうかわからないんですけど、今は本当に私が憧れちゃうなっていうぐらいすごいプレーをしているので、こっからまた一つレベルの上がった対戦相手でやった時に、また一つレベルの上がった宮澤選手を見れるのはすごく楽しみです。自分からもう一つ、なでしこジャパンについて、昨日のイベントでワクワクするというような話もあったと思うんですけども、そのなでしこジャパンに送る言葉というか、こういう戦いを見せてほしいというところ、最後、一つ聞かせてください。はい、繰り返しになるかもしれないんですけど、すごく見ていく雰囲気がいいなっていうのを感じているので、11人、ピッチに立っている11人はもちろんなんですけど、ベンチの選手もしっかり戦っているなっていうところ。そこが今のなでしこジャパンの魅力でもあると思うので、また途中から出てきた選手もしっかりと活躍していますし、そういったところを積み重ねていって、本当に一つ一つ勝ち上がってほしいなというふうに思います。長くなりまして、すみません、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。それでは最後に挙手いただいていました共同通信の大沢様の質問で最後とさせていただきます。大沢様、お願いいたします。はい、共同通信の大沢と申します。よろしくお願いいたします。Bリーグの開幕前に今やっているワールドカップがリーグに勢いをもたらしたり、いい影響をもたらしたりということが期待されると思います。11年にまさしくそういう、現象というのを検証、経験されたと思いますけれども、そういう観点でリーグに与える影響として繰り返しになってしまう部分もあると思うんですけども、代表に期待する部分というのをちょっと教えてもらってもいいですか。はい、今はなでしこジャパンの活躍結果っていうのがやはりB リーグの注目度っていうところに比例してくるなっていうふうにも感じているので、そういった意味でもなでしこジャパンには結果を強く意識して頑張ってほしいなっていうふうには感じています。ただそれをプレッシャーには感じてほしくないですし、当然スポーツなので勝ちもあるし負けもあります。でも昨今の日本のスポーツを見る方々の反応っていうのを見ていると、言い方がっていうか分からないですけど、昔よりもミーハーじゃなくなったなっていう感じがしていて、一番それを感じたのが日本で開催されたラグビーのワールドカップがあったと思うんですけど、あの時にやっぱりベスト8でしたっけ、で敗退はしてしまったんですけど、日本がそれでもやっぱりいい戦いをしたねっていう形ですごく盛り上がりましたし、すごく称えられていたのを見て、日本人って勝った時だけじゃないんだなっていうのを感じたのを今でもすごく覚えていて、そういった意味ではやはり繰り返しになりますけど、スポーツって勝ち負けがあるので、もちろん勝つためにやってますし、優勝したら嬉しいですし、それは一番盛り上がることだとは思うんですけど、やはりそこまでのプロセスというところも今の時代は大切にされているところなのかなっていうふうには思います。なのでどういった形で自分たちが信念を持って何のために戦っているかっていうところを強く
あのみんなで心を一つにしてピッチで表現してほしいなっていうふうに思います。ちょっといいこと言ったかもしれないんですけど、最後は結局結果だと思います。頑張ってほしいです。ありがとうございます。それではですね、質疑応答の方は終了させていただきます。最後に会見の中でも少しお話がありました川崎選手よりも今シーズンの目標をですね、色紙に記載をして皆様にご覧いただければと思います。何にしますか。はい、はい、いいですね。さあ、はい、いいですね、はい。ありがとうございます。では、フォトセッションの方の準備に移らさせて